皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この度は、日暮らしの泣く頃に卒の第3話を見ていきたいと思います。前回はレナが、サトコの注射で発症してしまってマミやリナを手にかけてしまって、なんかケイちゃんに見られたかもしれないって焦ってしまって、ケイちゃんも手にかけなきゃみたいな、ちょっと焦ってましたよね。でそんな時に大石さんが現れて、さらに追い詰められるレナみたいな、そんな感じの話でした。今回どうなっていくでしょう。3話見ていきたいと思います。スタートです。これは遺体を埋めようとしてるのかな。めっちゃガが寄ってきてる。ああ、埋めてるね。ん？もしかしてバラバラに？か。そうだよね。顔がやばいよ、顔が。なんかちょっと気づいたんですけど、なんかゴーじゃなくて、無印の時の、あ、無印っていうかカイか、罪滅ぼしの時ってなんかマミやリナを手にかけた時ってもうすでになんか鉄平のことも知ってませんでしたっけ、レナ。なんか鉄平出てきてないよね。まさかやっぱり SSR 鉄平のまま。鉄平がもういい人化してるとかなのかな。マミやリナと絡んでないとかかな。なんかそこら辺もちょっと気になりつつ、今回出てくるかな。なんか本当部活メンバーがちょっとラスボス感があるよね、オープニングだと。さてどうなるかな。どうしたどうした、部活か。あー、ゾンビ鬼だっけ、なんだっけ、なんかあったね、そんな部活。本当よく思いつくよね、部活。信用ならねー。何かな。食べてあげますか、ですよ、だっけ。あー、なっぱり。怖い怖い。
なんかレナに監視されてない？あー、また勘違いしてるね。怖いって。まいよまいよ。なんか、え？待って、増えてる？頑張りすぎだって。あー、そろそろか。ちょっとずつやってるのかな？毎日。お社様のたたりか。レナは発症するとね、それが強くなるよね。また流しか。ケイちゃんはドキドキしてるんだけどな。レナは何を思ってたんだろうな。演舞ね。昔よりも丁寧に描かれてるよね、この演舞のところもね。布団の綿と内臓をかけてるとかね、あったね。なんか太鼓の音ってたぎるよね。なんか野生の本能っていうか。ケイちゃんはここで知ったんだね、お社様。なんかレナは必死にお願いしてる感じするよね。うまくいきますように、バレませんようにみたいな。ああ、
あったあった。疑心暗鬼でいっぱい。祭り後か。ああ、来ちゃったか。大石さんだね。見てたんだ。どうしてがいっぱい。後押ししないでね。さとこ。怖いって顔、さとこ。まるでなんかうまくいっているようだね、みたいな。計画通りって顔してた。このシーンは。わお。してないかな？してないかな？来るな。これは来るな。有名なセリフが。なんかみんな大石さんを見るとさ、来たー、日暮らし有名ワード。ああ。ほんと間が悪いんだから。ケイちゃんも電話に夢中だったんだね。気づかなかったの。こんなやりとりしてたんだ、お父さんと。で、真顔に戻る。で、覗くと。また大石と話してるよ、こいつ。みたいな。こいつ私の話しておるみたいな。どんどん強まっていく疑心暗鬼。だから頑張んないで。
ああ。なんか結構お父さんのメンタルもさ、不安定だったよね。あ、ご飯作りに行ってあげてってやつか。笑ってたね。怖いよ、顔が。ひなみざわってあんまりこう親同士のつながりないのかな、交流っていうか。今気づいたんだけど。あ、特に前原家はそっか、ちょっと異質な感じっていうかね、周りからね思われてたというか、だからかな、交流がないっていうか。子供たちとはね交流してるんだけどね。どんどんやめて、ガシャガシャもやめて。いや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 、扉バンバンしないで。リカちゃんが見てる。あ、この時じゃないのか、まだ。あ、これはリカちゃんの回想？ああ、そっか。なんかそれを思い出して、ケイちゃん開けちゃったんだっけ？そうだそうだそうだ。リカちゃん確認しに来てたの？まさかそこだけ見てうまくいったって思っちゃった？そこで帰ったのかな、リカちゃん。いや、大丈夫じゃないよ。ほら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 。悲鳴とか聞こえなかったのかな？家の外に。いや、王じゃなくて。え？じゃないよ。血まみれよ、もう。ああ。ある意味事故だわ。血まみれや。リカちゃんここで知るのか。よくあれで助かったよね。あんだけ血出てさ。
嘘だって言いたくなるよね。ああ、もうリセットするわみたいな感じになっちゃったね。笑ってるやん。なんでこうなったんやってね。ああ、リカちゃん。リセットするのね。このシーンだったのか。うわあ。はあ。確認すんのかい。ちゃんとって。あ、そっか。ぷくって。そっか。これで終わりか。割とサクサクいくね。でも、なんか、いまいちよくわからないんだよな。レナを消しかけたりする。リカを追い詰めるためではないよね。リカちゃんに思い知らせるため？まあ、終わり方は分かってたけどね。綿あかし。はい。3話見終わりました。はい。3話見終わったんですけれども、次の4話は、綿だまし編の裏側になるのかな。楽しみですね。では3話のご視聴ありがとうございました。4話もよろしくお願いします。マーブルでした。